皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。というわけで、新年一発目の動画はドッキリです。見てください、この処方セット。これ全部100均で買ってきたんですけど、こういうやつとか、あ、これは100均じゃないんですけど、もちろん今回もターゲットは夫です。で、今回はどういうドッキリかと言いますと、お正月やから普通に吹き染めをする動画を撮りたいって言って夫に協力してもらいます。で、一緒に書道をやりたいと思うんですけど、その時に実は私今まで言ったことなかったんけど、書道の師範の資格持ってんねんって言ったら夫は信じるのかっていうドッキリをふざけていきたいと思います。書道とか一瞬も習ったことないけど。では夫がそろそろ帰ってくると思うので、帰ってきたら早速動画を撮りたいと思います。夫が帰ってきたんで、ちょっと早速出演交渉してみます。こうちゃん、ちょっと来て、ちょっと動画撮りたいんやけど。うん、映ってもらっていい？そっち。そう、見て、習字。そう、書道。書道、そう、お正月やん、今日1月1日やん。書き初めだね。そう、書き初め。いいね。の動画撮ってもいい？いいよ。じゃあやろう。俺めっちゃ下手だけど。そうなんや。下手っていうか、その学校とかでしかやったことない。へえ。小学校、小学校までかな。そうなんや。じゃあこうちゃん挨拶から行くよ。あ、はいはい。皆さん、明けましておめでとうございます。赤星里奈です。と、今日はいつもの音に出てもらいますけど今日は元旦ということで、今年の目標みたいな感じを書いていきたいと思います。書道やったことある？書道は、書道ってか習字を小学校の時かな。私さ、こうちゃんに言ってなかったことあんねんけど、実はなんかさ、卓球とか習ってたって言ってたやん。で、習い事結構してたやん、うん、水泳とか、うん、で、言ってなかったんけど書道も習ってて。へえ、すごいね。で、師範の資格持ってんねやんか。師範？うん、だから一応書道教室とかもできる。先生になれる？そう。へえー、へえー、師範？うん、師範。でも師範が多分一番上じゃないね。もうちょっとなんかあね、神みたいな、神みたいな。へえー。だけど師範、え、段とかの上でしょ？一応そう。ええー。九でとか段行って11段。十段とか行って師範。すごい。飛び級とか素敵ね。あ、うまいとね。そう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 。だから1個ずつ全部受けたわけじゃないんだけど。ああ、すごい。で、字とか全然書いたことない。あの、硬筆っていうか普通のさ、ボールペンぐらい、ね、ペンとかやったら書くけど、でも全然ちゃうから。まあね、そうだね。で、それもあるから知識あるやん、うん、書道の。だからそれをちょっとこう紹介しつつ、うん、今日はお正月ということで動画を撮っていきたいと思います。はい。ってことで、やっぱ最初に私がやったらさ、あれやん。だから最初はちょっとこうちゃん書いてみて。あ、わかりました。初心者やろ、あんまり習ったことないやろ。だ、本当に学校でやっただけ。学校の授業で。そう、そういう人がどういうやつでやるみたいな。あ、そうだね。うん、そうそう、はい、考えた。今年の漢字なんて考えた？今年の漢字。そう、今年の目標の漢字。今年の目標の漢字。うん、考えた。 OK OK、はい、じゃあちょっとやってみて。まずこうちゃんから。もうちょっと間違ってもね、皆さんちょっとあの、一応初心者ってことでちょっと許してください。こっから審査始まってる。始まってる。いや大丈夫ね、別に。私師範やけど。俺は普通に。そんな、そうそうそう、大丈夫やから。普通にやればいいね。うん、始まりましたね。そう、まあでもそんななんか難しいあれない。あの、筆もあるし、ちゃんと筆だけはいいやつやから。あの、私がずっと使ってたやつ。いいの、だからちょっと借りて、うん、大事にして。市販の筆、うん、やっていいの俺が。うん、そう、私はガチの感じでやるけど、こうちゃんも楽しく書き初めしたらいいから、普通に。あ、今年新年の正月、お正月っぽくね。そうそうそう。すごい、なんかもう、え、結構さ、年季入ってるやん。何十年。確かに、確かに。だから私めっちゃ入選してて、あの、あれやん、入選とか秋の大会みたいなのあるやん。漢字ね、ちょっと待って。うん、書き順。そう、書き順私めっちゃうるさい。あ、そうそうだね、確かに確かに。だからあの、書道で培った知識。そういうことか、うん、僕の今年の目標は進むです。おー、うん、
がいいよ。でちょっと解説するとちょっと下すぎかな、ここ空いてるからちょっと無駄な余白、ね、やっぱ顔とかもさ無駄な余白あったらブサイクやんか。やっぱそのバランス考えて、そうそうそう。でこれはちょっと厳しい一言言うと、うん、もう習字の域を超えてない。やっぱ書道はちょっとあもうちょっとアーティスティックな部分から、あやっぱね、うん、いやでもこれ上手よ、すごい。本当思ってたより上手だった。素晴らしい、よかった。でちょっと私ガチでやるな。はい、これちょっと飾っとこう。あいいやんいいやん。ちょガチでやんで。まずこう髪の毛とかは基本的にこうアップにして。ああなんかそういうイメージあるよね。そうそう、書道家の。あそうなんや。書道家がどういうイメージかって、その世間からどう見られてるとかとかは知らんねんけど。あそうなん、うん、本業ピアニストだけど、だから最悪も食いっぱぐれたら書道教室、あ教室ね、開けるから。あいいね、書道も教えて。そうそう、ピアノも。そうやね。で半紙は表裏あるから。ああ、こっちかな。ちょっとほんま大会の時用の感じでやるな。まず集中しなあかんから。で、あの音楽とかもかけなあかんくて。え、書くときに。そう。あ、そうなの。だから、あ知らない。コウちゃんの、そうそう、習字やん。そちらの書道やから。そう、あんねん、書道のフォルダー。そこで結構集中してやらなあかんねんけど。ちょっと喋りかけてきな。はい。ちょっと久しぶりやから。すっごっ、迫力すごっ。すごいやろ。何の字挑戦の挑です。あすごっ、一応師範の。かっこいいやろ。さっきの指摘やっぱもう全面使って。そうそうそう、全部使って。すごい、やっぱ師範。そうだね。じゃポイントは躍動感、うん、あ、まあ、すごいね、挑戦。そう、音楽と一緒で、その生命を吹き込む時代に、うん、っていうのがこの私の師範の一応作品と、こうちゃんの作品とちょっと並べよう。あ、持ってきます、うん、うわ、全然、あら、全然違うやろ。全然もうなんか子供が描いてみたいな。そう、こっちの方がやっぱ人。あ、すごいね、迫力あるやろ師範、うん、こういう風に描くこともできるんだよ、もちろん。そう、できるできるできる。だそれはもう、それはもうでも習字の範囲を超えてないから。あ、そっか、まだ級でもない、習字な。そう、習字。そう、これなんか進んでいく感じ。これも書いてあげようか。あ、書いてる。進む。すごいね。いや、躍動感。いや、うまいわ、やっぱ。やろう。すごい、かっこいいもん。そう、ほら。で、そのなんか書道の時の名前も書いてこい。名前、違うんだ。じゃあ、書道の師範になった名前与えられね。一応サイユン。サイユン。そう、サイユンっていう名前でやってた。かわいいね。かっこいいね。そう、女性とか男性ちょっと変わってくる。うん。そう。はい。かっこいいね。やっぱこれ全然もう。うまい。でこっちの進む感あるやん。あるある。うん、ダッサこれ。ダッサこれ。やっぱこれすごいね。どうこれ飾る？これいいね。いいやろ。うん。もう多分ピアノ忙しすぎてさ、ちょっと書道って咲いてる時間ないから。これ結構貴重な妻の作品やで。ね。うん。師範っても知らんかったよ。すごい。習おう今度。教えてあげるよ。でも。全然あの書道やったことない。どういうこと？ドッキリでした。え、どう思うんだ？どう思うんだ？すごいってなった？めっちゃ上手くない？でも、え？めっちゃ上手い。めっちゃなんかそのさ。え、めっちゃ上手いと思った。ほんまにめっちゃ上手いと思った。思ったよ。音楽とかは？音楽なんかおもろかった。音楽ちょっと笑っちゃいけないのかなと思って。うん。真剣やと思った。めっちゃ面白くて。でもすごかった、あの、こっち、あの、もう入り込む感じが。そうだろ。すごいね。え？どういうこと？師範でしょ？だから師範じゃない。だけやったことないでしょ。やったことないのに師範なの？師範。9でもない。
ドッキリ一応大成功なのかしら。大成功。元旦から夫にドッキリでした。音楽もかけないの本当。音楽？うん。書くとき。あじゃあうん適当。適当。絶対かけへん。なんか出たしなこれ。じゃあそれすごいなと思って勢いが、うん、どうしようちょっと掃除しといて後で、はい、というわけで新年初の動画こんな感じですが今年もどうぞよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回この動画でお会いしましょう。バイバーイ。